あ、ちょっと待ってください。僕は 何なんですか。え、だタイトル言っていいですよ。大丈夫ですよ。これもう本番入っちゃってますよ。はい、言ってください。はい、お願いします。どうもどうも、東京どうも。かまどだの虹をつかむ男。ありがとうございます。やりました。これね、ありがたいです。ありがとうございます。俺じゃないのに、俺そういう風に聞こえてんだ、俺がやってるやつね。まあまあ面白い。実はですね、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、池袋 FM、はい、毎週木曜日23時15分から、23時30分まで15分番組やっております。はい、元万引き G メン指導教育責任者、今はしがない幸せタクシードライバー、みかんのみ、やかんのや、みかんのやかんパーソナリティの宮です。よろしくお願いします。ありがとうございます。万引き G メンだろ、すげえ。もっともっとそうなんです、じゃあ今でもお買い物とか行った時に、はい、あ、こいつって分かるんじゃないですか。全然ですよね。全然分かります。よくね、聞きますよ。あの、見てる感覚が違うって言いますよね。なんか何撮ってやろうかなっていう、おー、すげえ。そういうのも番組でやってらっしゃるんですか。めちゃめちゃ G メンの話をしたり。面白そう。 G メンとタクシーの2本立てでずっと今お話を。あ、マジっすか。毎日で毎週してます。そうなんですね。わ、はい、すげー。え、それアーカイブとかで聞けるんですかね。一応ポッドキャスト、スポティファイで、3ヶ月遅れでアップしてるんですけど。あ、そうなんですね。それで聞けるようになってます、ね、そっかそっか、はい。じゃあこれ、ちょっとね、今日知った方とかも、そうですね、じゃあ Spotify、はい、Spotify とポッドキャストとか、あっち系ですか。そうですね、アンカーで上げてるので。はい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 、はい、あ、じゃあそちらを検索かけていただいて。そうですね、みかんの夜間で検索して。みかんの夜間の Twitter かなんかを、じゃあもうやってます。あ、検索かけて。そうですね、俺も Twitter なんか見たことあるよ。はい、ありがとうございます。ね、せっかくでさっきね、写真も撮ってもらった。ね、あ、あとインスタもやってらっしゃるんですよね。そうですね、インスタにその写真も載りますのでね。載りますね。やべえ。そしてタクシードライバー。そうです、今タクシードライバーです。あ、すごい。やっぱ経歴がね、楽しいですね。すごいな。それは多分ね、話題が豊富でしょうね。お化けとか載せましたか。お化けもないんですよね。載せてみたい。載せてみたいですけど、あの青山墓地あたりでないんですよ、止めるというのは。ないんですね。なんかあの噂に聞くと、あそこの道はあんまり行かない方がいいとかっていうのがあるみたいな。俺やっぱ霊感がないんでガンガン行ってます。そうなんですか。どこでもガンガン行ってます。そういう噂があるっていうのもないんですか、本当は。うん、なんかあんまり聞かないですね、あそこまで。そうなんですね。そんな話も今度しましょう。あ、ラジオで。そうなんですか。はい、あら、楽しそうですね。あらららということで、一人喋りを、ね、ずっとやってらっしゃるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、ね、お忙しいのにね。収録終わってすぐね、ちょっと、ね、声をかけて、ね、お邪魔しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、ね、楽しいですね。みかんの夜間聞くしかないね。聞くしかないですね。はい、で、今回はですね、はい、ね、ゲストの方が急遽ねということで、お休みということで、はい、今までですね、あのミーコールさんもね、わけも分からず急に入れられて、アシスタントやれということでやってたので、ミーコールさんがどういう人かというのをね、はい、皆さん聞いててね、あの声癒されるよっていうね、意見、可愛い声だとかね、いろいろね、 ありがたいです、ありがとうございます。褒めてくださってね、本当ありがたいかげですね。俺のことは全然褒めてくれないんだけど、まあ、それはいいんですけどそれはいいんですけど、まあまあそんな感じで、ね、はい、今日はね、ミーコールさんどういう人活動ね、話をねお聞きしようかな。もう半分ゲストですから。ありがとうございます。いやもうね、はい、本当にね、ノートびっしり書いちゃってはい、よろしくお願いします。はい、はい、どんな感じですかね。はい、私、あの声優ナレーター志望のニコールと申しますのアシスタントでちょっと入らせていただいてるんですけども、ちょっと今日は私のことについて、あのお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。と、一応あの私ですね、あの2年前の生活からはちょっと想像できないくらい、あのちょっとこう想像できない方向に今進んで、でここにちょっとこう座っています。
ですか、はい、そうなんですか、はい、うん、でそれについてちょっとお話ししたいと思うんですけども、うん、私子どもの頃に小学校 3,4 年生ぐらいの頃だったんですけども、うん、声を生かした仕事で歌手だったりとか声優だったりをこうやりたいっていう気持ちが強くって、その頃から、はい、両親にやりたいっていうことを話してたんですね。でもちょっと両親が猛反対して、まあ母親に言うと芸能界なんて水商売と同じだからとんでもないとかいう感じでちょっとこれ怒られたりとか、でまだ小学校3年生だからその水商売っていう意味も分かんなくって、で水商売行って何みたいな感じで聞いて、水もだよとか言って言われたんですけどよく分からなくってで子供ながらに、まあ、水の仕事は大変なのかななんて思ってて水道屋さんですか、そう思いましたね、うん、で父は父でテレビの見過ぎだっていうことで、もう全然笑われて現実的に考えなさいっていう形で怒られて、それ3年生ですよね、小学校3年4年生ぐらいですね。結構厳しい、そうです、ね、普通に現実的にやるのがいいよっていう家庭だったので、うんうん、ちょっとそういう発想っていうのがやっぱりちょっとこう、うん、受け入れられなかったのかなと思って、ちょっと話を取り合ってもらえない状態でずっと続いてきて、うん、で子供ながらにちょっとある計画を思いつくんですよ。でうちの親戚の隣の家が、うん、大手芸能プロダクションの、うん、社長さんのご自宅だったんですよ、親戚のうちが、はい、あそうなんですね、はい、で遊びに行くとここは誰々社長さんのお家でとかいう話をこういつも聞いてたので、ちょっとそれを、はい、有名な事務所の社長さん、ね、はい、女優さんとかアイドルとかですね、はい、はい、でそういう話を聞いてたので、うん、親戚の家にこう親がいないこう日にこう、うん、目を盗んで電話するんですよ。ほうほうほう、で親戚のおばちゃんに、うん、私歌手とかになりたいんで、うん、なんとか社長さんに、うん、お願いしてもらえませんかって形で電話して、うん、3年生だね、はい3年生です積極的もう絶対なりたいっていう気持ちがあったんで、うん、で親戚のおばちゃんがうんみたいな感じの反応だったんですけど、うん、最後は分かったわよって言ってくれて、うん、で分かってくれたんだと思って、初めて親、うん、大人が分かってくれたと思ってものすごい喜んで、次の日こう学校にもう元気満々で行くんですよ、うん、で帰ってきたら母親が、うん、親戚のおばさんから電話あったんだけどっていう形で言われて、うん、で、あ、じゃあおばさんが説得してくれたんだと思ってうんうんって言ってたら、うん、なんて恥ずかしいことしてくれたのって怒られてでもうみっともなくて、もう顔も合わせられないじゃない親戚にって形で言われて、でもう二度とそんなことを言うなと、うん、こう怒られて、あららら、で、まあ、口にしちゃいけないんだなってもう思って、そうなんですね、で、うん、はい、子供ながらにちょっと口にすることはなくなったんですよ、これをやりたい、うん、あれをやりたいっていうことを、まあ、でも密かにちょっとこうやりたい気持ちはずっと引きずってて、で高校の時にこう学校選びの時にちょっと思い切って、うん、声関係の方に進みたいってことを話したら、もうやっぱりその時も一切受け入れてもらえなくって、まだ有価的な、まだ言ってんのそんなこと、あ、そうですそうです、ね、何まだ言ってるのみたいな感じで、うん、もう全然許してもらえなくって、うん、でもうその時にもうしょうがないんで、うん、もう自分は普通の学校に進んで、うん、まあ、夢は夢なんだっていう形でこう諦めたんですよね、うん、で何の目標もなくこう普通の学校に行って、うん、まあ、普通に社会人になって、うん、こう生活してて、ほうほう、でそしたら今から2年ぐらい前に、うん、コロナが流行ってきた、あ、確かにね、うん、はい、頃に私当時派遣会社で働いてたんですけども、うん、派遣切りに遭いまして、あら、職を失ったんですね、大変だよね、はい、いるからね、うん、はい、まあ、みんなもねすごい大変だったと思うんですけども、うん、まあ、緊急事態宣言とかが出されて就活とかも思うようにできなくって、うん、厳しいですね、もう家にいるしかないじゃないですか、うん、でどういうふうに時間を過ごしたらいいかわからなくって、今まで忙しく仕事をしてきたので、うん、何したらいいかわかんないし何をやりたいのかもわからなくなってて、うん、でまあそんな中自分と向き合う時間ができて、うん、1年間こう自問自答するんですよ、
今の生活は本当に自分が望んだものなのかなっていうところから考えて、でちょうど1年後ぐらいに自分のこう将来やりたいこととあのシンクロすることがありまして、でその時に初めて子どもの頃のハッてこう夢を思い出して、はい、で歌手とか声優になりたかったけどできなくて心に蓋をして生きてきたっていうことに気づかされて、でまあそういった夢を追いかけたこともないそんな人生は終わりにしようと思って、あの今までの自分がもう嫌だったので決別して、それでそれからあの今のこう目標に向かってちょっと勉強を始めたっていう形なんですよ。それで今ここにあの座って、はい、コマーシャルライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん、美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。はい、というわけで話大丈夫でした、はい、今切れてませんでした、大丈夫ですか？言いたいこと言えました言えました、言えましたぴったりぐらいでノートにぴったり書いてあるからね、ということでね、いつもだと宣伝なんですけども、はい、今回はねみーころさんの宣伝をじゃあお願いします、はい、この番組についてお知らせがあります、うんうん、あ、そうですね、はいはい、もう一度あのこの番組ですね、うん、あの川野田の虹をつかむ男を聞きになりたい方、うん、以前の収録を聞きたいという方は、うんうん、あの YouTube の川野田チャンネルでこの番組をご視聴いただくことができます、うん、はい、そうですよね川野田さん、はい、ありがとうございます。はい、その通りです、川野田チャンネルですね。で今日のあの放送も、はい、この後2時16分からでよろしいですか？もう待ってすぐです、はいはい、アップされますので、はい、あのぜひよろしくお願いします、ね、あの YouTube でしたらいつのタイミングでも、うん、あのどのタイミングでも聞けますので、ね、みーころさんのこの子供の頃の話がもう一回聞けますから、はい、もう一回聞いてください、はいね、はい、親御さんが結構厳しかったというね。厳しいですね、はい、芸能界とかもうそういうのダメって、ね、そうですね、はい、はい、ちなみになんかお父さんとかお母さんこういう職業についてほしいとかっていうのはあったんですか？あの普通に仕事して普通に OL やって普通に結婚してそれがいいよっていう。あ、普通なら何でもいいと。そうですね、無難に現実的にっていうことですね。あ、そうなんですね、あ、はい、じゃあそういうちょっとあのね、こう浮き沈みがあるのはまああんまりっていうことですね、はい、そうですね、あ、まあまあ、親心だったと思うんですけどね、まあ、確かにうちの子供には声優だけはちょっとやめてくれ、え、そうですか、声優さん多すぎるし、今ねやっぱ流行りだから、そんなこと言ったらこんな娘さんもこういうふうに喋りますよ、また後々いやなら俺劇団に入ってくれっていうふうにね、そう役者やってくれっていうふうに、潰しが効かないからみたいな、まあまあそれはどうでもいいんですけど、そんなことないんですよ、はい、声優さんも素晴らしい職業なんですけど、はい、なかなかね難しい、難しいですから、うん、本当そうで、なりたい人が多すぎてありますもんね、本当にね、まあ作品も増えたけどね、アニメのね、そうですね、まあ、アニメだけじゃないか、映画とかね、いろいろありますけどね、はい、はい、あとはみーころさんの、はい、なんだっけ、 YouTube のチャンネルもありますよね、はい、うん、ありがとうございます、うん、私もあの YouTube でみーころチャンネルっていうのをちょっとやってまして、いろいろやってるから、はい、うん、その日にあったことをお話ししたりしてます、うんうん、ね、はい、そう、あと過去の出来事とかで、うん、あのまあ先日はちょっと流れ玉にこう当たりそうになったっていう話をちょっとアップしたりとかしてますので、よかったらぜひ、うん、ね、あの聞いていただけると嬉しいです。 その辺もね、また来週、はい、再来週とね、ちょっとね、はい、話をね、はい、聞ければなと思っております、はい、今日はね本当にあっという間でしたねすいません、ベラベラ私ばっかりちょっと喋っちゃった。オープニングがね、もうあの特別にゲストみたいな感じで喋、ね、はい、っていただいたんでね、はい、ちょっと写真もね撮らせていただいたですね、はい、なんか楽しい感じでしたね、楽しかったですね、はい、ではまた来週です、はい、ありがとうございました。さようなら、また来週。
ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけど、ね、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。